ありましたね、はい、二欠なんですが、実は RBC テレビで放送されてますが、読売テレビの日テレ系だそうです。うそうだよね、そうそうそう、そう、ね、なるほどなるほど、はい、まあ、こっちとは RBC でね、放送されておりますので、というクイズでした。まあまあ、そういうのがね、あるわけでね、はい、ぜひ皆さんその後にもまた見ていただければなと思っております。さあ、ということで、まあ、この時間ぜひ皆さんよかったら、あのテンブス4階ホール、その前に特設スタジオがありますので、こちらに集まっていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。さあ、ということで、この鐘が鳴りました、はい、スタジオに、ゲストをお迎えいたしました。ではマリさん、はい、紹介をお願いいたします。はい、映画仙骨から照屋俊之監督、奥田瑛二さん、筒井道隆さん、三崎あやめさん、そして鈴木久太郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いやー、緊張しますね、これね。あー、ね、すごい、ドキドキですね。来ちゃった。だから待ってましたよ。マリさ、うん、太った？違う、最近おいしいのいっぱい食べてる。マリマリ、そんな話じゃない。そんな話じゃない。もっと大切な話が。そうそう、その前にまず、あのちょっとね、これだけの方いらっしゃいましたので、一言ずつ、あの、まあ、ラジオなどお声を、頂戴したいなと思います。よろしくお願いします。はい、ラジオを聞いてる方は、照屋俊之って誰だろうって思うかもしれません。表の仕事ではガレッジセールのゴリでやっております。裏方の監督では本名の照屋俊之でやっております。よろしくお願いします。はい、なんて言えばいいんですかね。声を多分聞きたいと思いますので、奥田瑛二でございます。筒井道隆です。よろしくお願いします。お願いします。はい、タイ三崎あやめです。ありがとうございます。はい、そして以上です。ちょっと、ゴリさ、真後ろにいますから。4人でやってきますから。俺もいますから。どうも、俳優の鈴木久太郎です。はい、よろしくお願いします。俳優の俳優です。今日俳優なんです、すいませんけど。なるほど、そういうことなんです。すいません、一人だけハンドマイクということで。やりやすいです。すっごいやりやすいです。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、本来ならね、レッドカーペット歩いてのこちらということだったんですけど、はい、ちょっと今、はい、雨の状況でね、まだこの後がわからないまま、ちょっと急遽スタジオにお越しいただいたわけなんですが、はい、まあ、映画のお話をこの時間を聞かせていただければと思います。本当にありがたいですよ。だからもう本当に我々もこの映画仙骨っていうのを宣伝するために、うん、東京から皆さん来られて、うん、でレッドカーペットも今日歩こうって思ったら、もうザーザーぶりじゃないですか。ちょっとね、そしたらね、はい、メイク室で三崎彩芽さんが急に天井に向かって両手を掲げ出したんですよ。はい、何してるんですかって言ったら、私はユタだからこの天候を晴れに変えてみせますって言って、はい、みんなでメイク室で出て外行ったのよ。雷鳴りだした。ザーザーぶりでしたよ。雨乞いだったんですか。びっくりした。恵みの雨乞いしちゃいました。逆に間違えちゃったんですかね。農家の人が喜ぶことをやってた。まあ、そんな話はさておき、はい、そうです、まあ、仙骨っていうのはね、まあ、周りとかも沖縄出身だけど、はい、沖縄も火葬が一般的じゃない。人が亡くなったら燃やす。でももともと昔はみんな仙骨をやってて、その仙骨が今もそのパブリ島、すっごい雷鳴ってるね今ね。これもあやめさんの、あやめさんの生活としては声です。そのいわゆるその人が亡くなると焼かずに棺桶にそのまま入れて何年も、で何年もしたらミイラ化しますよね。それをもう一度棺桶から出して一族でその骨を洗っていくっていう仙骨っていう風習がまだ粟国島の一部で残ってるんですね。だからその事実に衝撃を受けたのと、調べるととても先祖を大事にしている素敵な風習なので、ぜひともハートフルなコメディにしたいということで映画作りに。なるほど、やっぱりその本当にやっぱりそのまあ照屋俊之監督、ゴリさんの中では少しそのやっぱり面白さというか、そういう部分を入れながらということに。はい、だからやっぱりコメディの部分なんで、やっぱりコメディとなるとやっぱり演技の部分も結構難しいところもいろいろあると思うんですよ。あまり芸人みたいにやりすぎちゃうとちょっと演技から外れた部分になってしまうじゃないですか。そういう部分を本当にもう奥田さんとか辻さんとか三崎さんが
ちょうどね、気持ちいいバランスで演じていただいたので、今回この豪華キャストじゃないですか、はい、このキャストは、あのオファーはどんな、もう僕ともちろんスタッフ全員で、この役はこういう人がいいんじゃないですかっつって、じゃあオファーしましょうっつって、奥田さんがいいよっつってちょうどあの渋谷の、はい、ルノワールで初めて顔合わせしたんですよ。そうなんですか。監督と会ってから決めると。小倉さんが実際に、その時のこと覚えていらっしゃいますか。覚えてますよ。はい、やっぱりあのテーマがすごい、あの重厚ですし、自然との融合と人と人のお話ですから、どういう気持ちでお取りになるのかなというのと、なんで俺を選んだんだというのを聞きたかった。それぐらいなんかね、責任持たなきゃいけない役だったもんですからね、それを聞くためにお会いして、対面しながら目をじっと見て、なんで私なんですかっていう感じで、かっこいい。いやでもルノワールそれをめっちゃ怖いからだ。それ場所はルノワールですからね。コーヒーがより苦く感じたもん。苦いって思ったもん。でもその、まあ、役柄といいますか、その内容を納得して今回、はい、そうですね、受けられたわけです、はい、実際に演じられてみていかがでしたか。いやもう一つ決断したことがあったのは、はい、生地のことじゃこの、 あの父親役はできないんで、とにかくもう役を獲得して、染まったと同時にというか、もう沖縄の地に、体を捨てる、心を預ける、もうそうしないとできない役でしたので、自分でどう演じてどういう風に終わったのか、分からないですよね。もう本当にもう集中して、その場所にもう没頭したからこその演技というのが、はい、の中には今日はこんなスリーピース着てネクタイしていますけど、もうどこのおっさんか分からない風でしたからね、あの頃は来たきっとね、白のブリーフのパンツがこれ役柄ですよね。でも僕はトランクスの予定だったんですけど、はいはい、奥田さんからこれブリーフの伸び伸びのやつの方がなんかもう嫁が亡くなって、はい、もう一人暮らしになった男の生活の悲惨さが出るんじゃないか、はい、奥田さん白のブリーフ履いてもらっていいんですか、僕ら芸人は履き慣れてますけど、はい、それはあのなんかもういわゆる、まあ言っていいかどうかわかんないけど、言っちゃおしこが染みてるような、そうそうそう、まあ、ちょっとまあいろんな色が茶色る黄色とか茶色とか、それは前の茶色なのか後ろの茶色なのかがわかんない茶色ただ奥田瑛二の茶色になってました、なるほどね、いやまあそういう感じな部分も描かれてるわけですね。そしてあの筒井さん、はい、筒井さん今回どういう役柄なんでしょうか。はい、今回の役柄はどういう、あ、まあ長男ですね、はい、はいはい、はい、あ、事前に言っておきますね、はい、筒井さんって質問を続けないとめっちゃコメント短いから質問を続けてください。なるほど、なるほど、これがポイントです。なるほど、実際にその演じられて、はい、いかがでしたか。いや、楽しかったです。つまり、筒井さん、あの聞きたかったな、この太りました太りました、こういうこともあるんですか。ラッキーだよ、ラッキーだよ。じゃあ沖縄の美味しかった食べ物ってあります？急に柔らかくなりましたね、質問が。何ですか、ジューシー？今日の朝も、あ、かまぼこの、あの、泊まりにある、はい、今日朝何々買ったんでしたっけ、あのビニール持って入ってたじゃないですか。あ、あの、なんか爆弾、なんか、なんか爆弾おにぎり、はい、あ、爆弾おにぎり、はい、あとサーター、あたきと、あと3品だって言うのにしないから僕単語、単語で3品って言ったらチャって言ってくれるから、サーターってのはあんたきって言ってくれるから、ミニクイズみたいな感じで筒井さんに喋らせるのもこれか台本を与えるかどっちかって言ってくれるから役者なんですね。なるほどね、まあ、いやただ、お笑いがめっちゃ好きです。なるほど、あ、そうなんですか、はい、だからああいう管が周り太ったとかっていうのも大好きな、ちょっと入れてあ、だからなんだ、あだからそしてあの美咲あやめさん、あの、ま、周りこの沖縄のねこのメンツに囲まれての撮影だったと思うんですけど、はい、実際演じられていかがでしたか。あのデイジ難しかったです。本当にでも本当に沖縄弁って難しくって、はい、なんか沖縄弁になってるのか、ただ私の顔立ち的にちょっとなんかインドネシアっぽくなってるのか、いやいやいやなんか絶妙なバランスで、はい、もう何回もこう録音を聞きながら、うん、あとあの沖縄語が書いてる沖縄弁が書いてるトランプを毎日ロケバスとか家とかでやって覚えました、はい、まあ、でもあの
沖縄にいらっしゃるようなお顔立ちはね、されてますから、まあ見てる方からしたらそのあたりは違和感なかったかもしれないですね。妊婦役なんで、はい、お腹にこういわゆるもう産む直前ぐらい、もう10ヶ月ぐらいの大きなものを入れて演じてもらうんですけど、妊婦の役の気持ちを分かりたいって言って、普段の撮影が終わっても家帰って寝るときとか近所のコンビニ行くときとかもずっとお腹につけたままで行動してて、あのライカムとかも全部、じゃあこれもう知らない人が見たらそのままですか？なんかお腹すごい大きいね、いつ生まれるのってすごい言われて、もう嘘つくしかなくって、はい、嘘つき続けました。で夜の居酒屋で、はい、奥田瑛二さんと美咲さん2人で、はい、美咲さんはお腹膨らませたまんま、はい、一般市民ともちろん混じって、はい、夕飯食べてるから、はい、一般市民からすると、はい、あれ奥田瑛二美咲あやめ腹まして沖縄に逃がしたばっかり話がえらいことに、そうそう、お前東京いたらまずいからまず一回生まれるまでは沖縄に逃げてるみたいな感じに見えて、なんかあったら沖縄へみたいな、そうそう、もう雑誌社に見つかったらやばいっていう感じに見える。あのお腹大きいとシリコンなんで、はい、周り口がいいんです。じゃあその音を奥田さんに触らせてたりとかしたんで、ええ、なおさら本当にもうすぐ生まれる感じで、知らない人がいたら余計に、そう、奥田さんがあー早く会いたい我が子みたいな感じになるからそれなんで俺が合流したからよかったものの、二人きりだったら危なかった。そうですね。ただ奥田さんは初めてタコライス、はいはい、食べてもらった時に、はいはい、ずっとタコライスの具材、ま、のひっくり返しながら、あれタコはどこだいや、これはそうかもしれません。内緒だよ、絶対言わない。これは言えない。ラジオ聞いてる人も内緒だからね。奥田瑛二さんのタコライスのタコを探す、絶対言わない。内緒だからね、これね、ここだけなの。一番の見どころは、九太郎さんがキリストっぽいっていうところだ。すいません。さあ、九太郎さんお待たせいたしました、はい、ありがとうございます、はい、私も喋っていいですか俳優として喋っていいですか？もちろんです。もう時間がない。そうです、ね、どういう役柄なのかということ、はい、次、はい、あやめちゃんの、はい、まあ、彼氏というか、うん、なんですけど、空気が読めないやつなんですよね、うん、空気が読めないやつなんで、はい、はい、普段の僕とぴったりでした非常にすごいやりやすかったですだからでも一応俳優として臨んだんですけど、そのなんですかね、ついついそのやってはいけないカメラ目線とか押してしまって、聞いてます皆さん。聞いてます。いろいろ段取りがあるから、スタッフが時間なんでしょう。そうですけど。聞いてます。まあそうなんですけど、まあまあまあ、はい、楽しかったですよ。はい、終わり方雑じゃない？はい、何もすら伝わってないじゃない。でも九太郎はいわゆるこの仙骨という重いテーマの中でも、はいはい、笑いを取る、うん、すごく。キーパーソンになるので、はい、九太郎が出てくるシーンはみんな笑って朗らかになるので、うん、とてもこう悲しい部分と笑えるホッとする部分っていうののバランスを上手に取ってくれた良治という役です。なるほど、そうです、切な役柄ですね、はいはい、昨日初めてね上映しましたけど、もう沖縄の人ももう、もう九太郎のところでどっかんどっかん、まあ、だってあの実際に、はい、この仙骨を見てきた方からメールが届いてまして、はい、あ本当、峰藤子ちゃんから本当に素晴らしい作品でした。亡くなった家族を扶桑して数年後にそのミイラ化した遺骨を丁寧に洗うという粟国島の風習の話なんですが、それだけではないいろいろな思いが込められた映画でした。家族の死を受け入れきれなかったり、家族とどこかわだかまりがあったり、自分の人生にいろいろな問題を抱えていたり、狭い島の中で感じる窮屈さだとか、逆にどんな状況でも受け入れて支えてくれる優しさだとか、なんだかいろんなことを自分に重ねてしまって、俳優さんたちのちょっとした表情、セリフでも泣いてしまい、自分でも驚くほどでした。特に奥田瑛二さんの演じる弟が本当に沖縄にいそうで素晴らしかったんですが、どんな風に役作りをなさったのかと感動しました。あちこちで笑える部分があるのもさすがですね。知念俊之監督こと誰だ、俺テルヤなんだけど、誰だ誰知念テルヤ、俺テルヤだけど、テルヤ俊之監督、誰だ知念俊之監督、誰だ知念はい、はい、森さんらしい重くなりすぎないような配慮かなと思いました。知念里奈子さんという形でメッセージいただきまして、本当にいっぱい来てます。はい、というところで実は時間がもう迫ってきてしまいまして、最後にですね、一言ずつまたまあ、映画のこう PR も、そしてラジオを聴く皆様にメッセージをいただければと思います。では奥田さんから一言いただけますでしょうか。もうこれはとにかく見なきゃダメです、ええ、それしかない。以上。
絶対見ます。見てくださいとは言わない、はい、見なきゃダメだ。ありがとうございます。審査お願いいたします。やっぱありきたりですけど、まあ、すごくいい作品になったので、あの自信を持って進めたいと思います。あのよろしくお願いします。三崎さん、家族が心が温まるお話なので、ぜひ見に来てもらえたらと思ってます。こちらからは以上です。レポーターみたいな中継みたいな。キュータラさんお願いします。はい、一生懸命俳優をやってますんで、私が俳優をやってる姿をぜひですね、あともう話もすごくいい、話なんで、本当ぜひ見ていただきたいと思っております。さあ、そして、ゴリさんこと照屋俊之監督からお願いいたします。九太郎が亡くなった時は仙骨にします。笑っていただけるお願いします。仙骨2で、仙骨2、仙骨2で、はい、じゃあその時は楽しみに、楽しみに、変な話ですが、ということで今週は映画仙骨からですね、奥田圭司さん、筒井道隆さん、三崎あやめさん、九太郎さん、そして照屋俊之監督お越しいただきました。どうもありがとうございました。すいません、こちら投げて